韓国巻きの完成です。顔周り巻くだけ。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアピストあやまるです。今回はボブの方必見のボブでもできるおすすめの巻き髪6つ紹介していきます。で、以前私の髪の毛使ってミディアムロングの方向けで同じような動画こんな風に出させていただいたんですけど、この動画を見た方から髪が短い人の巻き方も教えてほしいっていうお声たくさんいただいたので、今回はじゃーん、覚えてる方もたくさんいると思います。今回もアオレのスタイリストの堀ちゃんに手伝ってもらって、一緒にボブの巻き方6つ紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、コツやポイントもしっかり分かりやすくお伝えしていくので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、ではまずは内巻きからやっていきます。これはね、王道というかシンプルな一番ベースとなる巻き方ですね。はい、まず毛束を取ってもらって、この毛束に関してはコテに収まる量で取っていきます。で、まずはパカパカ上にした状態でアイロンスルー大体 2,3 回ぐらいして表面にツヤを出します。アイロンスルーができたら、そのままパカパカ上にした状態で毛先まで持っていって、コテを半回転させます。内側に、こっち側で、その後優しくコテを外します。ちょっとその時も内に向かって外してあげると綺麗にカールがついてくれます。すぐ後ろも同じようにコテに挟まる毛束を取ってもらって、パカパカ上にした状態でまずは表面アイロンスルーをしていきます。 2,3 回アイロンスルーできたら、パカパカを上にした状態でアイロンを挟んで、そのまま毛先を内巻きにコテを半回転させます。で、そのまま抜く。で、内巻きにするときにちょっと後ろの方をやるときに、この肘をちょっと上に上げてもらってやるとやりやすいかなと思います。脇をこう締めた状態で内巻きにするとどうしても毛先が前に跳ねちゃったりとかするので、肘をしっかり上げた状態でコテをまっすぐ髪の毛に対してまっすぐ挟む状態で巻いてあげると綺麗に内巻きになるかなと思います。はい、こんな感じで内巻き完成でーす。こんな感じ、綺麗にポヨンポヨンと感じが内巻きになりました。はい、では続いては外羽でーす。このカジュアルな感じ、内巻きだと可愛いっていう感じだけど、外羽だとカジュアルな感じのスタイルになりますね。はい、では外羽やっていきます。まずはコテで挟める量の毛束を取ります。そしたらパカパカを髪の毛の下にしてアイロンスルーをしていきます。外羽の時はパカパカが下です。もうこれは絶対、だいたいアイロンスルー 2,3 回やったら、そのままアイロンスルーの延長線上で毛先までコテを持っていって、また外羽半回転、今度はこっちですね。さっきは内だったけど今度は外側に向かって跳ねさせます。お、綺麗で、あんまりこの時にコテをくるって巻きすぎちゃうと、もうピヨーンってすごいこんな感じになっちゃうので、半回転させながら下に下ろすぐらいな感じで、外跳ねにさせるっていうよりかはさって下ろすような感じでやっていくとナチュラルにできるかなと思います。斜めに向かってやる方多いんですけど、真下に向かってやると変な跳ね方がしないので可愛い外跳ねになります。で、また同じように後ろもパカパカを下にした状態で進めていきます。はい、こんな感じで外羽の完成です。やっぱ内巻きと外巻き印象違いますよね。で、外羽する時も肘はしっかり上げて、肘とコテまっすぐになった状態でやってあげると安定します、うん、はい、では次はスヌーピー巻きをやっていきます。スヌーピー巻きは今やった内巻き外巻きを交互に重ねてやっていく巻き方です。なんかスヌーピーの耳みたいにこうブヨーンって丸い形に毛先がなるイメージです。はい、じゃあまず顔周りの髪の毛、だいたい指3本分ぐらいの幅の毛束を取っていきます。はい、で、最初顔周りの髪の毛は内巻きに巻いていきます。さっきのおさらいですね。パカパカ上にして内巻きに半回転、すぐ後ろまた指3本分ぐらいの毛束を取って、今度は外羽にしたいのでパカパカを下にして肘しっかり上げて外羽にまっすぐ下に下ろすような感じで巻いていきます。はい、そしたらまたすぐ後ろ指3本分ぐらいの毛束を取って、今度はまた内巻きですね。で、またパカパカ上にして毛先を内巻きに巻いていきます。スヌーピーのイメージなので結構ワンカール強めでもいいかもしれないですね。毛先がくるんってなってた方が動きが出てかわいい、スヌーピーの耳っぽくなりそう、うん、で、また外羽ですね、パカパカ下にしてまっすぐに下ろすようなイメージで
巻いていきます。はい、そうするとこんな感じになります。どうですか、なんかすごいプルンとなんか耳っぽい感じがね私の長さが本当にヌーピっぽい長さ、ちょうど耳みたいな。これは内巻き外巻き内巻き外巻きを交互に繰り返したスヌーピー巻きです。では次は S 字巻きをやっていきます。じゃあまずは S 字巻きするときはブロッキングした方が綺麗に仕上がるので8ぐらいのところでまっすぐ上と下に髪の毛を分け取ります。もうざっくりで大丈夫です。だいたい上と下で分かれてれば OK です。はい、そしたらまず下の部分から S 字巻きなので内巻きの最後毛先が外羽になるイメージです。まず最初は毛先の外羽からやっていきます。外跳ねするときはパカパカが下になった状態で固定を挟んでそのまままっすぐ下に下ろす感じです。結構 S っぽくしたいのでこれもワンカール強めでいきます。強めにするときはちょっと固定のひねり具合をプラスしてあげるといいかなと思います。横にこう斜めに引っ張るっていうよりかは手首の回転ですね、これをしっかりやってあげるといいかなと思います。そうしたらちょっと毛先の熱が冷めた状態で毛先を持ってもらってそのすぐ上ですね、だいたい耳あたりのところでコテを挟むんじゃなくて内側から熱を当てていきます。毛先を内に引っ込めながらコテを外に出すようなこういうイメージでコテを当ててあげると綺麗に中間が内巻きにふわっとなってくれます。で、熱冷ます時もこんな風にちょっと上に浮かしながらこの形を作った状態で冷ましてあげると形がキープされやすいです。お、いい感じ。いい感じ。こんな感じで S ができましたね。こうくびれがあるのですごい可愛いですよね、動きが出て。そしたら次、上の部分ですね。同じようにまずはパカパカ下にして手先を外跳ねにします。両手でこうやってあげると安定して巻けると思います、うん、外跳ねができたら次は毛先を持ちながら内側にコテを入れてもらってもうこれは当たるだけなのでパカパカの位置はあんまり気にしなくて大丈夫です。内巻きを外に出しながら毛先を中に入れてあげるような感じで熱を当ててあげるといいかなと思います。でコテをその状態のままゆっくり外します。で少し浮かせた状態で熱を冷まして完成です。イメージが全然違う。レイヤー入ってる人は表面の毛先が短くなってると思うのでその場合は下の毛先はワンカールはやらなくても大丈夫です。内巻きワンカールだけやればいいっていうことですね。はい、はい、うん、はい、こんな感じで完成です。こう綺麗にくびれのある S 字カールができました。はい、じゃあ次は今の S 字カールを活かして今度は韓国風の巻き髪をやっていきます。ベースとして S 字巻きが必要になるのでもう一回おさらいも兼ねてやっていきましょう。まずは毛先を外跳ね、パカパカを下にした状態で外跳ねを作ります。毛束はコテがちゃんと挟める量でやっていてください。毛先を持ってすぐ上を内側からコテを当ててギューッと外に出すような感じで挟むんじゃなくてコテを当てていきます。はい、これで3つが冷めた状態で S 字カールができました。そしたらこの S 字カールベースであとは顔周りを外に巻くだけです。毛束は耳前の髪の毛を取ります。ちょっと多めです、耳の前ぐらいで分け取ります。でこの毛束を斜め45度に持って小手を縦にパカパカ前にしてアイロンを挟みます。でそのまま毛先を後ろに1回転巻いてもらってそのまま毛先をパカパカさせながら全部入れ込みます。でコテを外すときにちょっとこう斜めに倒しながら外してあげるとお、こんな風に綺麗に外に流れつつ後ろの S 字カールと綺麗につながってくれます。でこう後ろにつなげるようにペグシを通してあげると綺麗にいい感じ、こんな風にこう韓国風の流れが、うん、これですね、できますね。 S 字カールは S 字カールだけど顔周りにふわっと空気が入るのですごい大人っぽいイメージになりますね、うんうん、長い遅れ毛がある人はそれも一緒に巻き込んで巻いてもいいと思います、うんうん、もしくは短くてやりづらかったらそこだけまた取ってもらって、うんうん、外巻きに軽く巻いてあげるのもいいかなと思います。でコテを外すときはまっすぐ下ろすんじゃなくてさっきみたいにちょっと前に倒しながら外してあげるといい感じのこのくびれができるのでおすすめです。はい、こんな感じで韓国巻きの完成です。もう顔周り巻くだけ。はい、
では次、最後、ミックス巻きです。ふわふわふわってなる感じです。外巻きと内巻きを、表面の毛束ちょっとずつ取って、巻いていって、動きを出すという巻き方です。一番ふわふわ。はい、では、やっていきましょう。まずは、手先を内巻きでも、外羽でも、どちらでもいいので、ワンカールしていきます。今日はじゃあ、外羽でやっていきます。またおさらいですね。パカパカを下にして、固定を挟んで、もうすぐそのまま下に下ろします。で、今はもう全部外ハネにしてるんですけど、さっきのスヌーピー巻きをしてから表面のミックス巻きも可愛いかなと思います。毛先はもうどんな動き方しても可愛いので、お好みでやっていってください。ちなみに内巻きだとすごい可愛いふわふわな印象。外ハネだとカジュアルなふわふわな印象。スヌーピー巻きだと一番動きの出るもうふわふわなイメージになりますね。じゃあ外ハネ終わったので、次表面の毛束を巻いていくんですが、表面に見える一番上の毛束指1本分ぐらい取って、だいたい片側で 1,2,3,4 束巻いていきます。はい、まずは一番顔に近い部分の毛束を取ります。で、この部分最初は外巻きにすると今っぽいかなと思います。パカパカを前にして中間で固定を挟んだら、そのまま後ろに巻いていきます。結構上の方までくるくるくるっと巻いていって、この辺まで巻いていったら、で、この後コテを抜いていきます。真下に下ろす感じで、この先端から今の毛束が取れました。まだでも挟んでる状態ですね。はい、もう一回毛先まで巻き込んで滑らせて、もう一回同じ動き、今度は真下に全部下ろす感じです。くるくるって巻いて、一束抜いて巻いて全体を離すっていう感じですかね。はい、はい、そしたら次、指3本分ぐらい空いたところをまた指1本分の毛束、表面に見えてくる毛束を取ります。はい、そしたら次は内巻きです。なのでパカパカ右にした状態で中間アイロンを挟みます。そのまま毛束前に持ってきて、くるっと上の方まで巻きつけます。巻き込んだらこの先端から1回外す。このアイロンの向きは変わらないんです。変にこういったりこういったりすると跡がついちゃうので、そのまま今度はこの毛先まで巻き込んで滑らせて、また先端から外していきます。お、綺麗、しっかり巻けました。いい感じ。はいはい、そしたら次また指3本分空いたところの指1本分の表面にある毛束を取ります。はい、そしたら次はまた外巻きですね。パカパカ前にして中間にアイロンを挟みます。で、そのまま根元の方までくるっと、で、また先端から外して、ここのアイロンの向きは変えないで毛先まで滑らせて巻き込んで、また先端から外します。うん、はい、そしたら最後ですね、後ろの方、この毛束をまた1本分ぐらい取ったら、前に持ってきて巻きやすい位置まで前に持ってきちゃってください。その状態で最後は内巻きですね。バカバカ右にした状態で中間にアイロンを挟みます。そのまま根元の方までくるっと1回転ぐらい巻いていきます。また外して毛先まで滑らせて巻き込んで真下に下ろします。あとは手串を通して全体をほぐします。巻いた毛束を裂くような感じでほぐしてあげるといいかなと思います。で、こんな感じでほぐしたら、最後ちょっとバランスを見て毛先の巻きがちょっと足りないなと思ったら、最後にいっぺんに足してあげても OK です。全部上のふわふわもまとめて外羽にしちゃいます。はい、こんな感じで完成です。一気に動きが出ましたね。表面 1,2,3,4 束しか巻いてないんですけど、結構しっかり動き出ます。ボブの方がもう内側からもうこの下のところから全部巻いてしまうと、ふわっと広がって頭が大きく見えてしまうので、ボブの方がこうミックス巻きするときは本当に表面のちょっとの毛束だけでいいかなと思います。あとはここしっかり細かく裂けば裂くほど全体が巻いてる風に見えるので、うん、ここはほぐしが大事と。ほぐしが大事です。はい、というわけでこんな感じでミックス巻きも完成いたしました。はい、というわけで今回はボブの方必見のボブの巻き紙6つの紹介でした。きっとボブの方って毎回同じパターンになりがちだと思うので、ぜひ今日の巻き紙参考にしてやってみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することで
ることができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。